こんにちは、後藤ルミ子のワンカットオブカクテル。 Hello, I'm Rumi, One Cut of the Cocktail. Today, I'm gonna make Tom Collins. 今日はトム・コリンズを作ります。その前にちょっとお話をしますね。今日はニューヨークに住んでる息子と電話でビデオチャットしたんですけども、よくこの動画の YouTube のいろいろ感想とか述べてくれるんですけども、どうって言ったら、ママちょっとぶりっ子だよって、もっと自然にやったらいいと思うって。自然にってどうなのかしらって言ったら、ママはお笑い系なんだからもっと面白くやったらって言われたんですけど、自分がお笑い系と思うことはないんですけどね。もっと変顔しろとか、ワンカットオブザカクテルとか、それは難しいので。でも私変顔じゃないけども、得意なことが一つあります。それは片目寄り目です。ワンカットオブザカクテルまあこれはできるんですけどね。はい、それからなんか、自分のことちょっと言うと、そうですね、神経質でだらしなくっておっちょこちょいで目立ちたがり、いやなんですよ、尊敬する人はバカボンのパパ、座右の銘はこれでいいのだ。過去に戻ることできないですからね、これでいいのだですではトム・コリンズ作りますね。はい、材料はジンとスイート&サワーミックスと、それからスパークリングウォーターですね。グラスに氷を入れて、はい、まずジンを1オンス、それとスイート&サワーミックスを2オンスです。その前にグラス、この、コリンズグラスって言うんでしたっけ、このちょっと細長いのがいいです。でもなければ何でも。氷を一番グラスいっぱいに氷を入れます。いっぱいならない、もっと本当はね入れたらいいんですよね。はい、ではバーテンディングスクールでは3回以上シェイクするなって言われてますけども、今 YouTube こんなになってシェイクしてますよね。だから私もちょっと真似して、はい、ちょっとシェイクしすぎ、ちょっとグラスが背が高すぎたようで、本当はもうちょっと上までだといいですね。はい、そしてレモンとチェリーを飾ります。はい、できました。美味しそうでしょ。チアーズやん、美味しいごめんなさい、さっき最後に、炭酸水を入れるの忘れましたそしたらちゃんとに上の方までの量になりますよね。嫌に少ないと思ったんですけど、ごめんなさいね。炭酸水入れてくださいね。
Sorry, I forgot to put the sparkling water. Sorry. Cheers. Bye. See you.